男の夢をつかむため財布を手に取った男たち、ファンキークルー。彼らを待ち構えていたのは果てしなく長いスクラッチの旅である。1枚そしてまた1枚と削る中、彼らはまだ見ぬ一等賞500万円を目指している。世はまさに大宝くじ時代。リーダー、今から何しに行くんですか？夢を買いに行く。ほう、夢を買いに行くということで。配られたやろ、お前。あ、配られました。給付金。給付金ですよね。ね、はい。あれ、どういう使い道しなさいっていう思惑があるか。ほう。生活に困ったら、はい、それに当ててくださいと。はい。コロナ影響がそんなにない人は、はい、世の中にもあるような使い方してくださいと。そうですね。貯金はやめてくださいという、はい、ね、経済を回さないと。宝くじ買ったらどうなるか分かる？宝くじを買ったら、はい、当たるやん。当たりますね。当たったらウハウハやん。ウハウハですね、もう当たったら。よっしゃーってなるわけやん。よっしゃーってなりますね、もう当たったら、ね、外れたらどうなると？ちょっとガーンってなりますよね。違うよね。あ、ほ、外れてもその宝くじの収益の一部は公共事業とかに使われるわけよね。ああ、なるほど。福祉とか、はい、教育とか、はい、まあ、そういうのに使われるらしい。なるほど。ということは当たっても外れても、うん、俺たちは世の中のためになるってことじゃない？素晴らしい。ああ、いいか。夢を買うって言ったんやけど、はい、夢を買うおっしゃってましたね。具体的に言うと、はい、この宝くじの配当金、はい、あ、なるほど、が、はい、お前の今日の晩飯に関わる。ああ、なるほど。当たった金額が今日の晩飯と。なるほど。最悪何百円とか。何百円ですよ、本当に。ということで、はい、サンリブ、はい、そうですね、こちら宗像クリエイト店、サンリブ宗像クリエイト店にやってまいりました。はい、ここですね。おっと、こちら当たってますね、いっぱい。幸運の売り場ですよ。早速、買っていきます、はい、買っていきましょう。じゃあ、透明で、はい。お前の晩御飯買ってきました。あ、今日の自分の晩御飯買ってくれました。次は次に、はい、次の売り場に行きましょう。次は、はい、なんと、はい、神が宿るとされる、おっと、沖ノ島に一番近い宝くじ売り場に、おお、道の駅にあるほうチャンスセンターに行きたいと思います。なるほど、行きたいと思います。 GO! お、紹介ですか。はい、このお土産館、お、宗像観光お土産館ですね。はい、このバリマン T シャツが売ってるんで、はい、お、ちょっと見ていこうよ。バリマン T シャツが売ってると見ていきましょう。はい、着きました。この宗像世界遺産ご当地オリジナル T シャツ、バリマン T、バリマン T ですね。汚れてる線だったらこういうのがいいね。出品いたしております。はい、買ってください。ぜひご購入ください。購入いたしました。世界遺産の恩恵を受けた宝くじ、はい、これはもう期待大です、ね、期待ですね。なんかもう俺500万もった感じになった。もうすでにもう500万こんな感じ。これ500万、今日の夜飯500万ですか。500万で青くかな。もうお金持ち、お金持ち。よっしゃ、行くぞ、行きましょう。よいしょ。
はい、はい、ということで、ちょっとね撮影疲れで、そうなんですよ、シャワー浴びて、はい、ちょっと心配しました。心機一転ということで、はい、はい、今日のご飯を決定したいと思います。今日のご飯ですね、はい、今日のご飯、先ほどお伝えしました、はい、このスクラッチの結果によって決まります。決まりますよ。イエス。何が食べれるかはこれで決まるっていう。どちらかの20枚が、道の駅、うん、で、こっち三流。三流。ちょっとどっちになったか忘れました。まあどちらかの、当たればどちらかの売り場で、はい、ご縁がありましたということで。うん、で、今回、この1等が500万なんですね、このワンピーススクラッチってあげてみますね、はいはい、見えますかね、カイドウが出てる、はい、1等が500万なんですよ。ほう、なのでこの500円硬貨で削るのと、まあおなじみのこのね10円玉で削るのとやってみたいと思います、はい、やっていきましょう。じゃあ頭さん500円いきますか。ああ、じゃあいただきたいと思います、はい、それでは最初の10枚いきたいと思います。いきたいと思います。エビを、はい、まず1枚目当てれました。はい、削り終わりましたけども、ここ削って、あ、当たってます。もうね、文字よ。お、いきなり当たり、300円、300円当たりました。イエーイ。ということは他が外れの可能性が高い。なーに幸先いいです。うん、なんか早速2枚目ですが動きが出たようで、なんとですね2枚目で3000円。おー、いきなり出ました。おー、幸先いいですよ。いいですね、すごい幸先いい。3000円やけどお前1万2000円使っとんぞ。アトムのやつか。はい、メインディッシュですね。3000円か30万。3000円か30万。行ってください。行きます。じゃあ一応削らせていただきます。はい。カモン。外れ。嘘。300円か3000円。300円か3000円。行きます。はい、お願いします。300円。300円。当たれば500万。当たれば500万。行きます。いや、お願いします。ん？え？ワンピース百獣のカイドウのスクラッチくじなんですが、1万2000円分40枚買いまして、はい、買いまして、300円が8枚。8枚。2400円。で、1000円。またやりましょう。よし、次は俺の初任給でやりましょう。初任給が宝くじとかあんま危ねえやつやね。